大谷翔平選手52号ツーランホームランに3安打猛打賞&盗塁と連日の大爆発。5252到達に世界中が熱狂。本当に大谷は人間なのか。大谷翔平選手は40は同じ日に本塁打と盗塁を決め、さらにホームランはサヨナラグランドスラムで達成と伝説的な一日となったのは記憶に新しいと思いますが、昨日は昨年大谷翔平選手がトミー・ジョン手術を受けた日からちょうど1年。当時自身2度目の右肘靭帯損傷、二刀流だけでなく選手生命をも脅かす大怪我であり、まさしくどん底状態だったでしょう。それからちょうど1年後に6打数6安打10打点3ホームラン2盗塁という、もうわけのわからない打って走っての無双状態の自身最高の1日を送り、シーズン本塁打の球団新記録50本達成、前人未到の50、50、51、51達成というまさに歴史的な大活躍で、自身初のプレーオフ進出を決めるという、さすがにこの脚本は編集部に却下されるだろうという本当にアニメの主人公でもいないシナリオを現実のものにした大谷翔平選手。昨日ドジャースは勝率の関係で地区優勝の前に12年連続となるプレーオフ進出を決め、大谷翔平選手メジャー7年目にしてついにプレーオフ進出となったのです。昨日のドジャースの得点20点の半分10点を大谷翔平選手が稼ぎ出し、自らの手で自身初のプレーオフ進出を決めたと言っても過言ではないでしょう。なお昨日は50、50、51、51以外にも日本出身選手の球団シーズン盗塁新記録50盗塁達成、06年デーブ・ロバーツ監督超え、シーズン打点の日本人新記録117打点達成、05年松井秀喜氏超え、自身初の一試合3本塁打、史上初の一試合3本塁打2盗塁、球団初の一試合10打点、史上初の一試合10打点1盗塁、史上初の一試合5安打複数本塁打複数盗塁、一試合に本塁打と盗塁の両方を記録13度目でメジャー記録タイといった記録を達成しました。イチロー氏が2019年の現役引退会見で、ワンシーズンはピッチャー、次のシーズンは打者として、それでサイ・ヤング賞とホームラン王を取ったら、そんなこと考えることすらできないですよ。でも翔平はその想像させるじゃないですか、人に。この時点でもう明らかに人とは違う、明らかに違う選手であると思うんですけれど、その二刀流は面白いと思うんですよね。翔平はその想像をさせるじゃないですか。ピッチャーとして20勝するシーズンがあって、その翌年に50本打って MVP 取ったら化け物ですよね。でもそれが想像できなくはないですからね、そう思ってますよと語っていましたが、夢の50本塁打がついに現実のものとなりました。そうなると来季は20勝を期待してしまいますね。さてそんな伝説から一夜明け、今日から本拠地でロッキーズとの3連戦が始まりました。チームとしては今季154試合目、大谷翔平選手にとって151試合目に1番 DH で出場。大谷翔平選手ここまで来たら55、55、ホームランでアーロン・ジャッジ選手超え、トリプルスリー、2001年以来となるメジャーの負の記録を消し去る400塁打といったさまざまな快挙達成、そして何より2年連続 MVP に向けどんなパフォーマンスを見せてくれるのか注目が集まった今日の試合。この動画では今日の大谷翔平選手の全打席を紹介、ドジャースの最新の成績、大谷翔平選手の最新の成績、過去シーズンとの打撃成績比較、大谷翔平選手が達成しそうな記録をどこよりも詳しくデータをもとに紹介しているので、忘れずにチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日の大谷翔平選手の全打席を紹介。大谷翔平選手がグラウンドに出ると、選手そして球場のファンからスタンディングオベーションで祝福、球場中の凄まじい空気の中、1回先頭打者で迎えた第1打席、7打席連続安打&4打席連続本塁打達成が期待された打席でしたが、カウント2ストライク1ボールからナックルカーブを空振り三振。正直少しホッとしました。ここでまた打とうものならもう衝撃すぎて心が持ちそうにありませんでした。0対1、3回2死で迎えた第2打席、フルカウントからスライダーをセンター前へクリーンヒット、これで4試合連続安打を記録。1対2、
5回西2塁で迎えた第3打席、フルカウントから高め直球を打ち、センター左へ2戦連発となる52号逆転ツーランホームラン。リーグは違いますが、何かと比較されてきたアーロン・ジャッジ選手53本に1本差に近づきました。この時点でホームラン数は2位オズナ選手と14本差と、2年連続ホームラン王獲得は確実といえ、打点は2位ウィリー・アダメス選手と13差と、大谷翔平選手初の打点王獲得も確実です。4対3、7回1死2塁で迎えた第4打席、5球目を打って1塁への痛烈なゴロで全力疾走で内野安打。メジャーにはこの呼び方はありませんが、今日3安打猛打賞、連日の猛打賞です。そしてこれで得点圏で7打席連続安打。もうどの角度からでも大谷翔平選手にケチをつけられる要素はないでしょう。さらにその後盗塁を決め、52盗塁到達。ちなみに盗塁は29回連続成功中で、盗塁成功率はなんと 92.8%。 そして歴代日本人シーズン盗塁数ランキングでイチロー氏56個まであと4盗塁としています。今日は4打数3安打2打点1ホームラン1盗塁と連日の大暴れ。本当に大谷翔平選手、もう本当にすごすぎます。昨日の6打数6安打に続き、今日の猛打賞でつい先日までに割り区分を下回っていた打率も急上昇でに割り区分7厘までぶち上げ、日本人メジャーリーガー初となる打率3割30本塁打30盗塁のトリプルスリーがまた見えてきました。さらに昨日の17塁打に今日の6塁打と塁打数も荒稼ぎし、シーズン403塁打ペース、2001年以来となるステロイド時代というメジャーの負の記録を消し去る400塁打という大偉業も現実味を帯びています。ドジャースの最新の成績、大谷翔平選手の貢献もあり、接戦を制し勝利し、ドジャース3連勝、今季92勝62敗でナ・リーグ西地区1位を維持し、2位パドレスとは 4.5 ゲーム差に広げました。残り8試合のうち5試合はナ・リーグ西地区ダントツ最下位のコロラドロッキーズ戦、3試合は同じナ・リーグ西地区で2位のパドレス戦となっているので、パドレスとの3連戦が地区優勝に向け非常に大事な試合となります。パドレスにスイープされない限り3年連続地区優勝できるでしょう。なおワールドシリーズを制覇した2020年以降のチーム成績の比較を見るとこのようになっており、例年より勝率はやや低めになっていますが、それでも勝率はメジャー全30球団で1位となっています。特に先発投手陣が怪我人続出する中、ドジャース今季よく戦っていると言えるのではないでしょうか。大谷翔平選手の最新の成績、過去シーズンとの打撃成績比較、154試合終了、残り8試合、残り 4.9% とし、このように素晴らしい成績を残しており、各指標のリーグ順位を見ると打撃指標9冠、その中でも凄さがイメージしやすい打撃主要指標は本塁打、打点、長打率、 OPS リーグ1位、打率リーグ4位、トップと 0.19 差としており、21年以降の通年の打撃成績を見ると打点、本塁打は自身最高を記録しており、さらに打率、 OPS も自己最高を記録した去年に次ぐ例年以上の成績を残しています。2年連続ホームラン王獲得と初の打点王獲得も確実にし、打率については2年連続首位打者のパドレスのアライズ選手が打率318でリーグ1位を独走しており、残り試合を考えるとここから巻き返すのは現実的に厳しいといえ、日本人選手としては2004年のイチローさん以来となる首位打者、 MLB 12年ぶり17人目、ナ・リーグでは1937年のジョー・メドウィック氏以来となる、まさに世紀の大偉業。打率、本塁打、打点がトップのトリプルクラウン三冠王はまた来年以降の楽しみにしましょう。また1シーズンの本塁打数と盗塁数でメジャー全体のトップ2に入った選手は史上2人だけ。1人目は1908年のホーナス・ワグナー氏で盗塁王53回に加えメジャー2位の10本塁打を記録。2人目はアメリカ野球殿堂入り第1号選手の1人で、旧姓として知られるタイカップ氏が1909年に記録したもので9本塁打76盗塁でメジャー首位を達成。なおこの年カップ氏は史上唯一打撃全タイトル制覇を成し遂げています。大谷翔平選手の52本塁打は現在ア・リーグのアーロン・ジャッジ選手の53本に次いでメジャー2位。
52盗塁はナ・リーグのエリー・デラクルーズ選手の64回に次いでメジャー2位となっており、3位とはそれぞれ9本8盗塁差がついているので、大谷翔平選手実に115年ぶり史上3人目の偉業となることは間違いないでしょう。ちなみに本塁打数リーグ首位&40盗塁以上は1912年のトリス・スピーカー氏とフランク・ベーカー氏以来112年ぶりの快挙となり、11発以上での達成は史上初になります。大谷翔平選手が達成しそうな記録、今季ホームラン王、打点王、日本人メジャーリーガー初トリプルスリー、本塁打と盗塁は達成済みなので、あとは打率だけ。ドジャースの長打数記録更新、2001年以来となるメジャーの負の記録を消し去る400塁打。そして何より今季 MVP を獲得となれば史上初 DH の MVP、史上2人目の両リーグ MVP、 史上15人目の2年連続 MVP という歴史的な快挙達成となります。ただこれまでは大谷翔平選手がフルタイムの DH であることから、メッツ本拠地のニューヨークを中心に米野球関係者から今年の彼は守れないという反論が集中。メジャーリーグでは過去に純然たる DH が MVP を獲得した例がなく、守備につく野手より圧倒的な打力を見せ、投票権を持つ全米野球記者協会 BBWAA の記者たちを納得させる特大のインパクトが必要な状況でした。そして MVP 投票で最も重要視されると言われるチームへの貢献度を表す指標王では、メッツのフランシスコ・リンドーア選手がベースボールレファレンス番号で1位だったこともあり、大谷は MVP にふさわしくないという声が出ていたのです。そうした中で大谷翔平選手の昨日の文字通り手がつけられない暴れっぷりで、異次元の50を超え51到達。そして今日の試合データはまだ反映されておらず、今日試合前時点で大谷翔平選手は DH 補正のため残り9試合でマイナス 1.6 もされていますが、大谷翔平選手の WAR はベースボールレファレンス番号 7.8 で1位、2位はメッツのフランシスコ・リンドーア選手 7.7、ファングラフス番号 7.7 で1位、2位はメッツのフランシスコ・リンドーア選手 7.4。 久しぶりに両王で1位になりました。記録、インパクト、数値で圧倒的な結果を残したことには、メッツの地元紙ニューヨークポストも歴史的な偉業を成し遂げた大谷はリーグ MVP をほぼ確定させた、それはケーキにちょっとしたデコレーションを添えたようなものだと表現、ひいき球団のヒーローよりも日本の異彩が上と断言したのです。同志をはじめとする米メディアも続々と MVP は確定的と一斉に報じており、残り8試合ということを考えると MVP は確定と言えるでしょう。大谷翔平選手、様々な快挙達成が期待される今シーズンも残りたったの8試合と、レギュラーシーズンも残りわずかです。一試合一試合から目が離せません。そしてレギュラーシーズン後は長年熱望し続けた10月の野球が待っています。大谷翔平選手が入団会見でドジャースファンに向けて発した第一声、ドジャースファンの皆さん、チームに迎え入れていただきありがとうございます。 100% 断言します、皆さんとチームと共にロサンゼルスの通りでワールドシリーズ制覇のパレードを何度も行うという同じ目標に向かいます。この熱いコメントからわかるように、大谷翔平選手が何より求めている優勝の二文字、大谷翔平選手 WBC に続く世界一に輝く瞬間、今年実現なるか楽しみです。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。